Lydia! This mobile suit! What's the point? Why is this? スペースコロニーへの移民が始まって数百年が過ぎた宇宙時代、地球圏の覇権をめぐる戦争は終わり、平和な時代が到来するかに思われた。しかしその平和は儚くも崩れ去った。突如出現した正体不明の敵によって一つのコロニーが崩壊したのだ。これが100年の長きにわたる新たなる戦いの幕開けとなる。ザラムの縄張りであれだけの破壊行為をしでかすとは、大した度胸だな、坊主。イエス、ドンの言う通りです。僕はユーイが現れたから戦ったんです。ユーイ、異星人か。ではその異星人と戦う貴様は何者だ。いきなりモビルスーツでシャシャリ出てきやがった。僕は、そいつはうちのパイロットだ。だが見ての通り子供でな。私も苦労させられている。グルーデックさん。なんでグルーデックさんがこんなところに。はい、おしまい。リリア、大丈夫、もう平気だよ。それにしてもどうしてフリットが捕まらなきゃならないの。あの町はザラムの縄張りだ。よそ者を放っておいて敵対するエーバーの奴らに舐められるのが嫌なんだろうな。縄張り争いか。ここの連邦軍は何をしておるんじゃ。ザラムとエーバー絡みの事件については連邦軍も見て見ぬふり。それがここでのルールだ。冗談じゃないわ。ザラムとかエウバってそんなのフリットに関係ないじゃない。関係ねえ、関係ねえ。おじいちゃん、トレーラーを出して、フリットを取り返しに行く。バカを言うな。軍のトレーラーなんかで乗り込んだら大騒ぎじゃ。じゃあいい、私一人でも行くから。落ち着くんじゃ、エミリー。同じコロニーの中でモビルスーツまで使って喧嘩してる人たちなのよ。おじいちゃんはフリットのことが心配じゃないの。このコロニーはどこか変。私は絶対フリットを取り返す。わかった、わしも行こう。
だがトレーラーは使えんぞ。なら俺のトラックを使ってくれ。表に止めてあるやつだ。走っていくよりは早い。イワークさん、うん、ありがとう。行こう、おじいちゃん。おい、ちょっとエミリー、どうした。座って食え。コロニーじゃめったにお目にかかれない天然物だ。このチャンスを逃すと一生後悔するぞ。イエス、ドンの言う通りです。僕の身元ははっきりしたんでしょ。もう船に帰らせてよ。一度捕まえたやつをすぐに解放したんじゃ、エウバの野郎に舐められる。ま、もう少しゆっくりしていけ。そんなことを気にしてる場合じゃないでしょ。ユイがまた襲ってくるかもしれないんだ。その時はその時だ。それに今度襲われるのはエウバの縄張りかもしれんしな。なら好都合じゃねえか。好都合って、戦争はもうずっと昔に終わったんでしょ。それを引きずってどうして今もいがみ合わなくちゃいけないの。奴らがエウバを名乗る限り、わしらはザラムとして戦わなきゃならん。それだけのことだ。そんなの全然わけがわかんないよ。わしらはザラムの名を守ってきた先代たちと同じように戦っている。これ以上の名誉と誇りがあるものか。イエス、ドンの言う通りです。坊主、あのガンダムとかいうモビルスーツ、わしに譲る気はないか。我がザラムが誇る高性能モビルスーツジラが束になっても、あれをおとなしくさせるのに手こずったらしいじゃないか。それだけのパワーがあれば、エウバのモビルスーツもたやすく蹴散らせるはずだ。そんなことに、ガンダムを。どうだ、ガンダムをつけるなら戦艦の話、具体的に考えてやってもいい。戦艦？調子に乗るな。こちらの条件はすでに提示した通りだ。なら戦艦の他に金を出そう。いくらだ。売らないよ。ガンダムは渡さない。僕はガンダムで死んでいった母さんやブルーザーさんの意志を継がなくちゃいけないんだ。なるほど。 UE によって両親を失った坊主と妻と子を失った艦長か。さっきは昔の戦争を引きずってなどと偉そうなことを言ってくれたな。貴様らだって過去を今に引きずっておるんじゃないのか。フリット、大丈夫かな。なーに、心配はいらん。ああ見えてあいつは結構肝が据わっておる。案外飯でもごちそうになってるかもしれんぞ。おっ、ミリオ、なんじゃ、ついてきよったのか。うん、私だって喧嘩ばっかりしてる町は嫌。お姉ちゃんと同じ気持ちだったから。リリア、ありがとう。あれ、リリアちゃん、どこ行くんだ。あのね、みんなでザラムに文句を言いに行くんだよ。へえ。面白そうじゃん。俺たちも待ってろ。ザラムとかエヴァにだったら言いたいことはいっぱいあるぜ。おい、こら。おい、リリア、絶対なんか楽しそうじゃんか。やろうぜ。どうしよう、連れてっちゃっていいのかな。いいも何も、もう仕方ないじゃろう。ゆっくりしていけって言われたけど、これじゃ閉じ込められてるのと一緒じゃないか。グルデックさん、戦艦ってどういうことなんですか。
UE の巣を見つけた。叩き潰すために戦力がいる。 UE の巣？あいつらの本拠地ってこと？そこを叩けばこの戦いは終わるんですか？あるいはな。でもそれならどうしてこんなところで戦艦を手に入れなきゃいけないんですか？連邦軍の総司令部に報告すればもっとすごい大艦隊だって用意できるのに。 UE 相手に今の連邦軍が当てになるものか。連邦軍が本当に戦える軍隊であったならノーラは沈まずに済んだ。お前の両親だって死なずに済んだのだ。グルーデックさん。妻と子を失った艦長か。グルーデックさんも優位に家族を。お前と私はどうした？一緒に来い、フリット。ガンダムのパイロットはお前だ。そしてそれを一番うまく指揮することができるのはこの私だ。僕はフリットを返せ。フリットは何も悪くないわ。すぐに解放して。そうだそうだ。ファーデンはザラムとエウバだけのもんじゃねえぞ。偉そうにすんな。あんないいパパを詰めたら許さないんだから。そうだそうだ。エミリーの声、それにリリアも。何事だこれは。ガキばっかりじゃねえか。どうします？ジラで適当に脅かしてやれ。遊びに付き合ってる暇はない。ドン。そうした、ガキどものことなら。違います、エウバの奴らが。うん、何が起きたんだ？モビルスーツ。行くぞ。昨日の決着がまだだったのでな。このラクト・エルファメル、気高きエウバの騎士として愛機エルメダと共に参上つかまつった。